はい、こんにちは、総合監督と申します。ウィニングレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、この前のね、マンチェスターダービーのクラブセレクションで、獲得したガブリエル・ジューズですね、今日はこの選手を使ってやっていこうと思ってます。まあちょっとだけね、まあ、レベル上げました。レベル17で、総合値92ということで、使っていきたいと思います。で、プレイヤースキルがね、まあ、4つも空いてるんでね、まあ何個空いてようが1個しかね、スキルは、ね、まあ、つけれないんですけれども、スキル今日はね、つけていきたいと思います。はい、ということでつけていきましょう。はい、こちらですね、選手育成、そして、スキルトレーナー何がつくのかちょっと楽しみですけれどもね、まあ、一発でついたやつこれね持っていきたいと思います。まあ、今ついてるのはエッジターン、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、アウトスピンキック、PK キッカー、マリーシア、やっぱりできたらね、スパサブがついてほしいですけれども、まあスパサブじゃなくても強いスキルっていっぱい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 ありますからね。ワンタッチパスとかでもまあいいかもしれないみたいな感じかな。なんかちょっとスキル系はちょっと僕的に使いにくいかなって感じがするんで、まあ、できればスキル系というかなんかテクニック系のやつね、エッジターンとか、エッジターンついてるけど、うん、そういう系ですね。まあちょっと使いにくいかなって感じがするんで、まあなんか誰でもアホでも使えるようなスキルがね、ついてくれると嬉しいですね。ということでいきましょう。はい、ミドルシュートがつきましたということでやっていきましょう。はい、それでは対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートからまずは見ていきましょう。はい、レートの方ですね、755の方、勝率が 50.4% と、これ高いですね、結構。はい、ということでやっていきます。うちの方を見ておきましょう。現在レート761、勝率が 46.9%。はい、やっていきます。まずはね、ジェズスが調子いいことが必須条件となりますが、さあ、どうだ。あ、よし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 、助かった。まあ、ロナウドの方がちょっと調子いいですけれどもね、あ、もうちょいよ、これ、ちょっとスカーレットは連れてきてしまったな。まあ、いっか。ブスケッツ、ここに入れて、キミヒを、デュンフリスに変えましょう。相手スリートップなんで、どうしようかな。ここ、こうしようか。はい、これでいきたいと思います。で、ブスケッツね、モドリッチ、ディマリア。相変わらず、ペイエス買おうか。はい、メッシは調子いいんで、なんとかなるでしょう。オッケー。もう本当にね、今日ちょっと初めて使うんでね、もうなんか楽しみで仕方がないですけれどもね、ディフェンシブをブスケツにつけて、なんかつけようかな。カウンターターゲット、いや、ハードマークやね、ここは。ハードマークを、このね、レバさんにつけときましょう。で、もう一個どうしようかな。カウンターターゲットにしてメッシにつけようか。これでちょっとやっていきたいと思います。さあ、ちょっとね、何もかもね、準備できてないんですけれどもね。ショート、ロングフリーキーか。まあ、これはこれでいいか。左からフェイ。あ、OK ですね。これでやっていきましょう。はい、いきます。はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。パリ・サンジェルマン VS ボッ監督ゲームチャンネル、舞台はコナミスタジアムアウェイですね。さあ、行きましょう。さあ、王国さんのね、最高傑作、ブラジルの宝石、ジェズス、果たしてどんな感じなのか楽しみですね。前から守備、はい、なかなかボールが奪えない、始まったばっかりです。よいしょ、戻り地、よし、ちょっとよくないと、ちょっと動け、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、OK、ナイス、さあ、戻り地、ちょっとスタート遅れた、ダメだ。大丈夫。ジェズス、一回もちょっとボール触れてないですけれどもね。もう取れた。OK、行こう。ああ、ダメだ、これ。どこに出してんだって感じだけど。おっと、おっと、ちょっと甘いパスが来たけど、取れなかった。OK、ナイス。よし、ジェズスへ渡るか。よし、いい感じ。おい、ジェズス、ジェズス行こう、ジェズス、ジェズス行こう。いい、よし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 。いいよ、いいよ、いいよ、しっかり追いかけてるからね。取れない、惜しい。いい感じ、いい感じ。前からの守備はまあまあいい感じですね、今のところ。そうですね、ワンツーは使うタイミングが分からないと思うので、常にマッチアップの際は警戒しないといけないですね。オッケー、ナイス。さすがルカ。ああ、大丈夫？大丈夫？おい、あ、やばい、やばい。危ねえ。倒すとこやった。オッケー、ブスケツ。オーケー、ブスケツ。ナイス。ナイス、ブスケツ。オッケー、いい感じ、いい感じ。といったシーンが続いています。ジェスが打った打った、ロングショットついてるから、おー、ナイス先生、いいですね、いきなり、いきなり輝きましたよ、これ。いや、ロングシュートついてるし、ええー、な、ええー、感じかもしれん、これいけるぞ、ジェンス。よし、デフライ。さあ、この男を止めたい、しっかり止める。ファール、うーん、ダメだ。デュンのクロスにブスケッツ、危ない危ない、そっちに弾くな。なんでそっち方向やねん。まあ、ええわ。オッケーオッケー、しっかり。よし、さすがファンダイク。今週2ゴールのファンダイクよ。今週とか先週ね。先週末か。週末の試合ね。2ゴールのファンダイク。
このまま流れに乗ればいいですけどもね。オッケーオッケー、いいよ、ディアン。いい時間帯ですよね。いい守備、いい守備。相手の出方がどう来るか。これも行く。ナイス。そこ見る。見る見る見る。メッシ。はい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 。行け行け、しっかり。はい、追う追う。はい、こっち俺が行く。ディアン、ディアン、危ない。惜しい。はい。スターリン。裏へのスルーパス。おっと、まずい。なんだ、危ねえ。はい、かけた。ちょっとね、今ね、あれが足りなかったな。うん、あ、ちょっとこの時問題だな。どこに出そう。出すとこないんですけど。ここでいいか。はい、モドリッチに出します。さあ、モドリッチじゃないや。モドリッチですらない、これ。おい、ナイスクリバリー。オッケーオッケーオッケー、俺が見てるわ、これは。大丈夫だ。オッケーです。大丈夫？モドリッチ大丈夫？失うなよ。さあ、ペイエと。こって、はい、いい感じ、ジェズス、はい、はい、ジェズス、なんかなかパスも悪くないんじゃない、ジェズスって、ちょっとそれはいかんね、よし、ジェズス、回って、あっと、待って、待って、待って、それ2人行くのはよくないし、2人でかわされるのももっとよくない、アザール、メッシ、大丈夫、大丈夫、アザール、追い込んでる、追い込んでる、追い込んでるよ、オッケー、ナイス、はい、ナイス、クリバリー、さあ、攻めよう、攻めよう、攻撃のターンだ。我々の攻撃のターン。ブスケツからはい、ナイス。サイドへ、モドリッチ、どうする？どうする？ちょっと変な感じになったな。うん、やばいぞ、それ。カウンター食らうから、しっかり、遅らして、遅らして、遅らして、遅らって、遅れない、遅れない。ちょっと、遅れないわ。遅れてないわ、相手。よいしょ、ナイス。オッケー、オッケー。よし。ここで急がないことね。よし、ゆっくりか、ゆっくり。ゆっくりね。回って、はい、ボールキープしながら。よし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 。一応前からね。はい、ぶつけて、取られて、取られてる、取られてる。おい、はい、ちょっと、危ない、危ない。早いな、レバー。レバーのくせに。ああ、まずい、まずい、まずい。はい、はい、ああ、やった、やめて、危ない、危ない、危ない。あんなところでパスインするとね、こうなるから気をつけないと、本当に。気をつけないと、ビフないとね。結構。サイド。ペイエから、お、ナイス。本日ワンアシストです。ほい、メッシ。いいよ。さあ、ディマリアどうする？ここは狙う。よし、オッケーオッケー。2本目のシュート打った。2本目かどうかわからないけど。これナイスセーブでしたね。さあ、行きます。ここは、美しい弧を描く。コーナーキック。そして、こう。はい。はい。ほいわ！ナイス！おーしょ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 し。ナイスよ、ペイエ。たまにはやるやんか。いやー、ちょっとダフってたけどな。オッケー。オッケーオッケー、大丈夫よ。さあ、スリートップやからな、相手。スリートップの、しかもスリーセンターフォワードバージョンじゃないから、いけると思う。一応ね、あの、クロップのスリートップは、ちょっと僕的にもね、あれは嫌な感じなんですよね。ああ、大丈夫？大丈夫これ結構この危ないところでずっと回されてるよ。大丈夫？大丈夫？ちょっと大丈夫じゃない気がする。はい、ナイス。行こう。さあ、ペイエ、こっち、ナイス。行こう、行こう、行こう、行こう。走ってるよ、ジェス。よし、いけるいける。ちょっと、うん、お強いわ。無理、無理、無理。クリバリ強いわ。クリバリ来ないと、ジェスになるときついですね、やっぱり。フィジカルあるフォワードが相手だと厳しい。はい、前半終了2対0ということでね、2点差で後半に向かいます。それでは行きましょう。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。ちょっとね、まあ、なんていうか、守備のね、崩壊の一歩前みたいな感じになってるけどね。OK、OK、大丈夫、大丈夫。取れる。OK、さすがファンダイク。OK、では、ブスケッツ。ジェズスから、メッシーは通らない。ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。カーソルがうまいこと変わらん。スルーパスを狙う。シュートもあります。あー、やばい。取れる。ナイス。デューン、デューン出せ。OK、OK。オッケーオッケー、いいよ、いいよ。ペイエ、さあ、パスコースいっぱいある。パスコースいっぱいある。どうする？こっち行こう。あー、ちょっと良くないパスになった。ちょっと、あ、よしよしよし、いいよ。取れる。あー、取れない。取れるぞ。オッケー、潰れた。潰れたというか、潰した。はい、ロナウド。危ないよ。ナイス。あー、やばい感じ。あー、めっちゃ強いシュート。あー、よかったよかった。全然枠に入ってなかった。はい、行こう。
さあ、これやっぱり問題やな。こうなったらな。どっちかというとこっちの方がマシか。ほい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 。デュン。勝った。勝ったけど。勝ったけどよ。ああ、よくない。やばい。取れる。ナイス、デュン。デュン危ない。やばいやばいやばい。ちょっと、うわぁ。危ねえ。ちょっとマジでやばい。よし。ナイスメッシ。さあ、ジェズ。ここでジェズ。はい。おい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。それはいい感じよ。さあ、ジェズ。どうするジェズル。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 おら、め、め、め、なんやねん。ちょっと。蹴ったか。蹴ってますね、多分ね、今のはね。ああいうのファウルって俺なの？蹴った判定なのかな？差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか？オッケーオッケー。中絞らなかった。外やらしてもいいや。この時間帯で2はい、外やらしてもいいから。中絞っとこう。油断しないことが一番大切ですよね。はい、取れそう。うん、取れない。やべ。メッシやん。スルーパス。オーケーナイス。おーし、オフサイド。いや、もうなんか、崩壊一歩寸前で止めてるみたいな感じだな。オッケー、60分か。そろそろ変えたいですね、選手。60分やからね。相手なんか攻撃士結構上がってるな。今気づいた。あ、やばい。ちょっと待って。レバンドフスキ、スペースを狙う。オーケーオーケー。え？ここも旗が上がる。おーしよ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 し。しっかり守れてるよ。オッケー、もうそろそろほんまに変えようか。62分やもんね。しかもなんか圧倒的に支配率負けてる。パイエに変えて、メッシここ1列下げて、モドリッチ出そうかな。モドリッチはヨビッチか。ロナウド出すのもありやな。総合値100はやっぱり魅力的やねんな。しかし、まあ、とりあえずヨビッチやな。スパサブやからな。この時間帯が一番ベストと思われるので、変えときましょう。そして、グエンドゥジ出そうか。ね。ここで、まあ、これで特に問題ないんじゃないかなって感じですね。あと、ま、一人はセンターフォワード、ジェズスが疲れた時に変えようかなと思ってます。はい、ということで、ヨビッチにね、ここでちょっとね、あの、前線に起点ができたんで、起点というか。おー。オッケー、ナイス。さあ、今ちょっとすぐ出した方がよかったかも。走ったと思うね。はい、メッシ。いいよグエンドゥジはいオッケー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 、ぶつけつ。しっかり。ナイス、体おいエバートン、メッシ、ナイス、ジェズ、行くぞ、ナイス、オッケー、マジで入ってる、ナイス、よしよしよし、いいぞ、ジェズ、もう1点でハットトリックやんか、あるな、これ、なんかすっごいやりやすい感じがあんねんけどな、ジェズ、しかもスパサブがついたということ、おい、ちょっと俺の球だ、これは、いやー、痛い、ちょっと、うわー、よし、こっち、おいし、ナイス、ジェズ、チェック、エンジン、はい。そしてジェズス、今俺は伝説に、伝説の男は違うな。これ前一回歌ったな。何だっけ、伝説、誰の時やったかな、伝説の男。お、忘れてもだ。自分が動画作って忘れてる。マジか。本当あんの。あれ、誰や伝説の男って。あー、はいはいはい。あれね。レジェンドやね、多分ね。誰やろうな、でも。おい、ファンダイク、ちょっとパスミスターが、あかん、いけ。はい、ダウン、オッケー。デュンクリア。盾を使います。デュンクリークとかね。あれはドンクリークか。最近またね、ちょっとワンピースをね、アニメ読み出してね。おっと、危ない。名古屋としては、先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね。イーストブルからね、また始まってるんですよ。始まってるよ。前なんかでも話したことあると思うんですけど、なんかケーブルテレビと2ヶ月だけね、契約してね、2ヶ月だけというか、なんか2ヶ月無料期間やから、ニューロを光、まあ、僕の回線ニューロなんですけれども、ニューロを繋いだときに、繋いだことによって、なんかそのニューロを取り巻く業者みたいなのから、よう電話かかってくるようになったんですよね。この場合もなんか、何やったかな、なんかこの場合もなんか、部屋を見守るなんかの、なんていうのあれ、部屋を見守るなんやろ。OK、Google みたいなやつ。もうなんか、ニューロ版みたいなとこから電話かかってきて、2ヶ月だけやってみませんかみたいな、なんか。いらんちゅうのやるもんな、ほんま。はい、来た、ジェズス、うわー、ハットトリック来た。いやいや、マジ強いぞ、あいつ、背もそんなに高くないのにやりよるな、ほんま。よし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 。
頭で流し込んだ、見事な一発。さあいいシュートでしたね。いいよ、一旦こう、ほい、頭で決めてきましたからね。まあそっちじゃないんやな、ミッシュに出したかったんやけど。チェズス、いいよ、ハットトリック。うわ、いきなりや、デビュー戦でハットトリックってもうなかなか今までなかったからね。こういうちゃんと活躍するようなマジ使いやすいんだなっていう。普通にほんまなんか使いやすいな、背は低いけど。うわー、ちょっとロナウドと返そびるだけど、まあいいや。ここしようか、ヨビチ。もうね、時間帯も時間帯なんで、これちょっと変えちゃうとね、相手に迷惑やしね。オッケー、よしよしよし、ドゥン、大丈夫よ、ドゥン、俺が見てる。取る、フィジカル。オッケー、いいよ。あー、ごめんごめん、ドゥン。よし、いいぞ、よし、ナイス、ジーズ、ダメ押し決めたのか、もうラストな、決めたのか。おい、疲れとる疲れとる疲れとる、走れへんわっとる。あかん、ちょっと無視。あかん、呼ばれとる。よっしゃ、止めた。おー、前線悲しみ。無理か。はい、ということで試合終了1対4ということでね、まあ見事デビュー戦のジェズスがね、ハットトリックということで、やっぱりミドルシュートといったのも大きいんやろな。あ、普通でこれやから、好調とかなったらね、非常に使い、もっと使いやすくなるんじゃないかなということで、さらにそれが楽しみやわ。ただまあ今週はね、シティは2対2で、どこやったかな、どこやったか忘れたけど、引き分けてるから、ウエストハムやったっけ、まあ、引き分けちゃってるんで、まあ好調になることはあるかもしれないけど、ジュースゼロパッとせんかったもんな、ゴールも決めてるわけじゃなかったし、特にまあなんか調子が上がるということはなさそうだなって感じがしますけどね。センターフォワードとして、あ、やっぱロナウドか、来週はロナウドのね週ですね。おそらくまあライブアップデートいいんじゃないかなと思います。まあ同点ゴールですね、まあ、試合終了間際にねゴール決めてますんでね、ライブアップデートではちょっと期待できるんじゃないかなと思います。まあ、FP で来ることはねなそうですけどね、ロナウドに関して言えば。はい、でメッシもゴール決めてるんで、もうメッシもいいやろな。大体ね、メッシとかいつも試合評価点非常に高いですからね。まあやっぱりさすがバランドーラーだなっていう感じがしますよね。なんか、このね、ライブアップデートが導入される前、レアル、ライブアップデートが FP が来るまで、僕ね、このなんか評価点みたいなのってそんなに今気にしたことなかったんですよね。だから毎週毎週、その評価点をまあ気にするようになって、で見てると、メッシって本当にいつもいいんですよね。負けてる試合でもいいし、だからその、なんていうのかな。相当だから、メッシはやっぱり、なんていうの、その試合によってのムラとかそんなんじゃなくて、普通にやっぱりうまいんだなって、今更ですけどね、今更やけど、もう世界最高の選手ってなると、まあ、そんな感じだから、まあ、総じてみんなね、確かにそうなんですよ、急に落ち込む、まあ、パフォーマンスが、なんか、その試合だけ悪いとか、その試合だけとか、悪い試合と、いい試合があるみたいなのって、なんだろう、トップレベルの選手ってあんまないんですよね。リオップの選手はあったかな、でも。まあ、だから、あるか、あるっちゃあるけど、メッシのようにずっと調子がいい選手っていうのはなかなか見当たらないんですよね。そういった意味で、やっぱりメッシは世界一なんだなという、感じがね、すごい、なんか思いましたね。最近ね。ロナウドでもなんか、そんなに調子良くないシューって、あれ、そんな調子がない、そんな評価点が良くないシューっていうのを何回かありますからね、結構。イタリアに渡ってからなんか特にそれ顕著かなって感じしますけど、どうだろう。はい、ということで、レッドの方769になりました。はい、まあ見事ね、いい感じでジェズスがデビューできたと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。